今回はですね、大阪市北区にあるキングラムリカ西天満店さんにお邪魔しています。こちらはリユースという形でお酒の買い取り販売などを行っているお店さんですね。では実際にですね、こちら中に入っていこうと思うんですけれども、いかがでしょうか。この角地で割と目立つ立地にあるので、こちらのお店を目指して行かれる際には割と見つけやすいお店かなと思います。では実際に中に入っていきます。こちらそうそうたるボトルが並んでいるんですけれども、こちらはですね、新旧問わずオールドボトルであったり、まあ、現行型であったり、いろいろなボトルがあるんですけれども、割とね、こういやこれ知らないよっていうボトルがねいっぱいあるわけですわ。ブッシュミルズなんかでも現行型じゃないもの今ちょっとありましたけども、そういうのとか、まあね、こういうブランデーとか全体的にそのワイン、焼酎なども扱われておられて、まあビールなどもあるんですけれども、今回はあくまで当チャンネルはウイスキーチャンネルということで、ウイスキーに焦点を絞ってご紹介させていただく次第ですね。では早速ですね、こちら日本のものになります。なかなか見かけたことがないものの方が多いんじゃないでしょうか。あとはこういったですね、まあ、レアボトルですね、もうよだれが出るようなもうボトルの数々なんですけれども、まあやっぱりこの山崎あたりのオールドボトルはね、やっぱり非常にお高いという感じがあるんですけれども、やはりこの辺りね、その日本のウイスキーのちょっと高騰ぶりをまざまざと見せつけられる形ですね。そしてこういったちょっとね、もう僕も全然これ何なんだろうっていうものが割と多いんですけれども、なかなかその見ない、お、長ブリの16年がありますね。お、いいお値段っていうね、こういうのね、一回飲んでみたいなっていうボトルが非常に多いんですよね。ただそのなかなか、お、これね絶対ダメですよ、この盗みはね、万引きとかね、こう窃盗になりますからね、それだけは絶対ダメです。ダメ絶対、うん、おこれね、このクマちゃん実はねうちの家にいるんですよ。これね、木でできてるやつとビニールでできてるやつがあって、なんか届いてびっくり、木彫りだと思ったらビニールだったみたいなのがね実はあるんですね。僕の家にあるのはなんとビニールでできた木彫りのクマです。続いてですね、こちらやはりジャパニーズなんですけれども、こちらですね、まあ、倉吉、そして、まあ、余市宮城京、割とこの辺りは、ね、見たことがあるデザインのボトルが多いんですけれども、このスーパー日課のちょっと旧品であったりとかですね、この倉、割と皆さん馴染みのあるボトルがちらほら。この一升瓶のマルスウイスキーですね、これね、うちの家にもあります。もうガブガブハイボール飲むにはもう最適です。そして続いてですね、こちら皆さんおなじみ各リザーブオールドなどですね、オールドのオールドボトルっていうちょっと難しい日本語があったりしますけども、古酒ですね、焼酎森蔵なんかもあったりします。そして竹鶴ピュアモルト、セッション、ね、カフェグレーン、この辺りは日課、そしてからのチタ、青はねここ安いですよね、すごく青はねお求めやすいお値段、なんとねこちら税込みで3300円、非常に青なんかお買い得でいいんじゃないでしょうか。そしてこのジョニーウォーカーの古いオールドボトルとかですね、もうなかなかこの新旧織り交ぜたこの品揃えっていうんですかね、この辺りはしっかりとされておられてすごいなって感じます。本当にでもね、これお酒の知識がないとこのお酒は果たして何なんだろうっていうのはね割と感じるところでありますけれども、僕自身もやはりちょっとまだまだ勉強不足な点が多く、知らないボトルがね結構いっぱいあるんですよね。そのあたりの目利きができるね店員さんは素晴らしいなと思います。こちらですね、入り口側にあるちょっとお買い得なコーナーなんですけれども、これね割と僕心が惹かれるボトルがちらほらありまして、このシーバスなんかも安かったんですけど、一度ね手を出してみたいなっていうボトル、ここの棚には多かったんですよね。なんともお求めやすいお値段なのがね僕の財布をねこうくすぐるというか、非常に飲んでみたいなっていう、特にお酒は多かったですね。ティーチャーズもね現行型じゃないものがあったりとか、この辺どんな味がするんだろうっていう知的好奇心ですよね、そのあたりは割とありましたね。この辺はしっかりとこう価格のバランスっていうのが取れてるなっていう印象です。これはねこう量り売りもできるっていうねコーナーなんですけれども、なのでちょっとプライスの横に量り売りのお値段などもあって、これは後ほどね量り売りで実際に買って帰るわけなんですけれども、
この量り売りっていうのはいいですよね。ちょっとボトル1本買うにはしんどいけども、実際に飲んでみるにはいいかなっていうところね、この辺しっかりと拾えてるのかなと思います。そしてこの投げ売りコーナーですね。ここね、割とね、このお買い得な商品が実はちらほらあって、なかなか良さげやったんですけどね。この棚自体がまあ実際になんかいろいろと、もうこれは買いやろっていう商品が割といっぱいありました。また買おうっていうぐらいの価格帯で非常におすすめできるところでしたね。そしてこの辺りはですね、昔流行った飾りボトルですよね。今のようなもう本当に無機質なデザインのボトルではなく、もう過去はですね、まあまあブランデーブームがあった頃ですかね、こういう陶器ボトルとかが流行った時代がありまして、本当こういうのを飾るのがステータスみたいな時代が確かにありました。この華やか、やっぱ今見ても華やかですよね。もう最近のボトルもこういうの作ってくれないかなってもう切に思いますね。そしてこちらもですね、やっぱり昔の限定品は花がありますよね。本当にいろいろな形があって非常になんか見てて楽しい、それがやっぱり昔のオールドボトルの良さじゃないでしょうか。そしてこちらですね、プレミアムラインですね。まあちょっとね、手出ない、正直申し上げてもうどうにも手が出ないラインではあるんですけれども、いやもうね、これが昔はね、もう本当に定価ベースだったり、ものすごく安く買えた時代があるんだよなって思うとね、この高騰ぶりっていうのがやはりリユースショップならではの部分ではあるんですけれども、なんとかお安く飲めないかなっていう時代、いつか来ないかなと僕自身も思っております。そしてですね、いよいよおすすめ有料シーンと量り売りのコーナーですね。実際にこちら購入して帰らせていただいたんですけれども、このねシーバス25年とかのね、この圧倒的美味しさ、あれ何だったんだろうなっていうぐらいに本当に濃厚でね、そしてお店の方も親切に説明していただけるので、あと品質管理もですね、しっかりパラフィルムなどが巻かれてて、オールドボトル気を使ってらっしゃるのが垣間見えて、すごくそのあたり安心して購入することができる部分は大きかったですね。で実際にですね、その種類も豊富で、実際見ていただくとしっかりわかると思うんですけれども、これだけ豊富な量り売りのラインというのはなかなかないんじゃないかなというところで、今回は大阪市北区にあるキングラムリカ西天満店さんにお邪魔させていただきました。こちらリユースショップということで、通常の主販店とは違い、品揃え等々もかなり変わったものになっていて、僕自身もすごく興味深く、そして勉強になりました。有料シーン、そして量り売りというものもですね、なかなか他店さんではないような一風変わったことも企業努力としてされておられて、私自身も今後継続利用していきたいなと思える売り場作り、そこに尽力されている姿が印象的でしたね。今後もこちらの店舗を引き続き追いかけていきたいなと思うのと同時に、いろいろな量り売り、有料シーンなどを利用しつつ、自分自身の知見を広めるということにも、こちらのお店のお世話になりたいなと思いました。というわけで、モスターハイボールクラブでは引き続きいろいろなことに挑戦していきたいと思っております。まだまだ舌足らずな点、未熟な点非常に多いんですけれども、温かい目で見守っていただければありがたく思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。モスターハイボールクラブでした。長い時間ご視聴ありがとうございました。